バスはドイツの指揮者、マクデブルクに生まれる。ベルリン高等音楽院でバイオリンとピアノを学び、パリでマルグリット・ローン、ジャック・ティボー、ジョルジェ・エネスク、アルフレッド・コルトーラの訓導を受けた。ベルリン国立歌劇場のコレペティ・トゥーアを経て1951年にブザンソン国際音楽祭の指揮者コンクールで優勝し、指揮者として活動するようになった。1957年から、 ラインドイツオペラの主席指揮者、1961年からミュンスター私立歌劇場の音楽監督、1970年からベルリンドイツオペラの主席指揮者を歴任。1969年と1970年にグラインドボーン音楽祭に出演。1975年から1979年までフィルハーモニアフンガリカの主席指揮者を務めた。 1960年代以末からたびたび来日し、1971年には NHK 交響楽団を振って、ムスティスラフ・ロストロポービッチ独創によるドミトリー・ショスタコービッチのチェロ競争曲、第2番の伴奏式を務めている。1980年代以末から新生日本交響楽団の客演任認識者となった。ベルリンにて没。オントモムック。 指揮者とオーケストラ2002音楽の友者2002年 P153 ありがとうございます。